はい、じゃあ続き行きたいと思います。とりあえず宿屋で一泊して、回復させました。いやちょっとどこ行けばいいかわかんないんですよね。おそらくだってあの世界中どこもね、もうどこもかしこも回ったと思うんですけど、山をどかす方法なんだろうねアイテム的なのなのかな。魔人の札で魔人で山という山をボコボコにあの踏み潰してしまうとそんなバカなだよな。いやでも可能性としてあんのか。いやーイベントアイテムフラグ何か足りてないんでしょうね。足りてないんでしょうね。わかんない。いやかといってじゃあねえこの島ってそんな構造物ないよな。いやわかんない。この島いやーもうだって世界中いたねえ、もう至る所行ったぜ。もうこの島これなんだったっけ。これ前行ったよな。行ったな。あちょっと待って、これ探索ちゃんとやったっけか。いややってるよな、やってるよな。いやーちょっとわかんない。ちょっと待って、ちゃんと隅々までちょっと、ああ階段あったな。そういう、あこれかな、もしかしてこれか。マグマの杖、あこれくせえな。そうそうそう、確かそうだったんだよこれ。そう、開かない扉。そうだよね。これかな？あともう考えられんぞ。構造物あと他ないしね。マグマの杖。ある場所で使うと邪魔な。やっぱこれだ、もうこれ。はい。ありがとうございます。これですわ。なかなかにちょっとね大変だったな。いや履力もいいんだけども、励ましの剣、祝福、マグマの杖。いやまあ履力で殴らせた方がいいか。オッケーオッケー。やっぱちゃんとあれだな、やっぱ探索しなきゃダメだな。一度来たところであっても見落としあるかもしれないし、扉忘れてるところもあるかもしれないから、ちゃんと見とかないとダメだったね。よっしゃ、もうこれでいけるでしょう。もういけるよ、行こう。これでもさ、あのマグマの杖先に取ってさ、天空城行かないでアッテムといったらどうなんだろうね帰り討ちにあって終わりなんかな。あ、違う、あ、ここね。で、ここで一旦セーブしよう。冒険の書。さあ、行こう。トラマらないの？あ、あった。行こう。来い。いでよ、シェンロン。よーし。行くぜ。でも、バルーガ、うわー、もう速攻骸骨あるもんね。バルーガ、
どうなったんだ。バルーが倒してエスターク戦なんのかな。あれ、オートなってるけど大丈夫かな。回復ポイントとかって、あるのか。いや、ないでしょ。祈りの指輪とか必要なんじゃね、これ。もしかして。ちょっと待って、ちょっと待って。祈りの指輪とか必要なんじゃないんですかって、これ。オッケーオッケー。まあまあ、レベルアップはいいんだけど。レベルアップはいいんだけど、ちょっと待ってくれ。ちょっと一回エンドオール行こう。持ち物的な、持ち物的なやつ。あ、夜やってねえんだ。しょうがねえ。宿だ。オッケー。まあ、エルフの飲み薬買ってもいいですけどね。あの、エルフの里で。買ってもはいいけどね。道具。あ、違う、預けるじゃない。引き取る。道具。祈りの部屋1個か。だったらエルフ大量に買ってった方がいいかな。売りに来た。ドラゴンシールド。天使の腕はもう売っていいかな。賢者の杖的、あ、賢者の杖ね、賢者の石か。敵なの欲しいけど、魔人の札もいらん。いらん。エルフの飲み薬、聖水、メルバ、魔人の札いらん。お金に変えちゃえ。そしてコインに変えよう。薬草、ハゲワシの剣、ハゲワシの剣売ってもいいんじゃねえの ?9000 ゴールド。貴重だな。ちょっと残しとくか。金なくなったら、売ろう。よし。よし。あ、待って、全部コインに変える前に、エルフの里、エルフの里。オッケー。シェイ、来た。エルフの飲み薬売ってなかったっけ?あったあった。520円。いいね。お得だね。エルフ。カテリナさん持たせて。もう大量に。これだけ積んでいけば、大丈夫なんじゃない?ねえ、魔法使い放題なんじゃないか?足りないかな?まさか。あんまり道具欄パンパンにしたくないんですよね。よっしゃ、これぐらいで、いいんでしょう。ハゲワシの剣とか、祝福は残しておきたいな。薬草とかもまあ、使ってもいいしな。聖水とかもそうだし、使ってもいいからな。天空の羽衣も、静寂の玉、これも、まあ、いらねえっちゃいら、売れるんじゃないこれ。売っていただきたいのは山々ですけれど、そのようなお値打ち物はお売りにならない方がいい。あ、マジか。売れないんだ。まあいいや。じゃあ行くか。気を、ね、引き締めて。行きましょう。まあ、このね、作品はファミコンじゃなくてフリーゲームなんで、どこでもセーブできるっていう、ね、機能がついてますんで、まあ、ボス戦前とかでセーブしてもいいのかなという気はしてる。オッケー。まあ、ちょっと、セーブ。ここで一回セーブしといて。はい。一回セーブしといての、トラマラ。よいしょ。よし、行こう。ちなみにこっちは何もないな。オッケー。あの宝箱、気になるね。最高。敵はそうでもないか?まあ、強いは強いだろうけどね。そんなでもないんじゃないか?ベギラゴン。ねえ。まあまあまあ戦える。ああ、でも強えな。強えな、おい。
うわー、ターシャ落ちた。パテリナも落ちた。ナイス。さあ、相変わらずこの激しい炎がやばいね。あぶねえ。あぶねえ。あ、そうだ。コインに変えてくるの忘れた。ごめんなさい。もう一回抜けますわ。ごめんなさい。何回も行ったり来たりで申し訳ない。コインに変えてくるの忘れた。エルフのね、エルフの飲み薬買ってもう満足しちゃったわ。コインに変えまーす。はい。3000枚。はい。12円。12円しかない。あ、ちょっと待って。これで何枚だった ?2 万枚まだいってないと思うけど。あー、14700。まだまだだねー。まだまだですねー。いやー、敵強えぞ。下手するとレベリング、必要かもしれん。レベリング。まあ、一回行ってみてだよな。ああ、全然足りねえわ。まあ、行っちゃいいんですけどね。行っちゃいいんですけど、サントハイムとかだったら安いんじゃない?どうかな?ここだったら安いんじゃないの?あ、オッケー、ゼロだ、ゼロ。一人3ゴールドか。さあ、ちょっと、行ったり来たりでね、本当に申し訳なかった。さあ、行こう。もう一回セーブして。もう一回セーブして。よし。行こう。さあ、待ってろよ、バルーガ。てめえだけは許さねえ。来た。よっしゃ。オッケー、行こう。はい。敵強いからな。オートだとまずいか。鉄球魔人、グレートライトン。いや、もう、フバーハ必須だよね。よし。フバーハしてもこれよ。結構きついぜ。結構きついよ、こりゃ。ナイス!いいぞ、いいぞ。ナイス!いいね。カテリーナ。狂ったかのように。クリティカルが出る。いいね。ゾーンに入ってるよ、ゾーンに。これは、まためんどくせえな。トラマナ。トラマナ使います。えい。これもあれだな。またフバーハだな。一応ね。よし。吹雪。まあでもフバーハ、やらないよりだったらやった方がいいよね。やらないよりだったら。そういう感じよね。オッケー、ナイス。で、祝福、祝福で行こう。ナイス、オッケー、いいね。よーし。最後。宝箱はなるべく回収したいな。なんか全体も、マヒャド。マヒャド?え、違う。マヒャドじゃない。ヒャダルコ。あれ?全体攻撃的なのってイオナズンか。イオナズン。イオナズン、フバーハ。もうフバーハ常にだよね、これもう。でないとさ、スライスは。
ケーオッケー。ヨナザン、聞くねー。いい仕事してるじゃない。ペホマラ、ナイスー。いいぞ。ゾーンに入ってるよ、カテリナ。おっと、逃げやがって。ふざけんじゃねえぞ。逃げんじゃねえぞ。これあだな、ターシャ、国士だな、これ。国士。フバーハやってベホマラーやってみたい。おい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 。グレートライトン。ヨナズン、まあ、もう一応もう一回フバーハ打つか。グレートライドンがね、やっぱ炎を吐く。吐くんだよ、こいつは。ヨナズン、いいね。イオナズン、待て。メルバ、イオナズン。ペホマラ。やべえ、ターシャの MP どんどんなくなってく。祝福でちょっとごまかすかっていうのもあるけどね。よーし。最後。おー、骸骨。返事がない、ただの屍のようだ。特にどうこうってのはないけど。あれ？これなんか見覚えあるな、このダンジョン。あれかな？ドラクエ4のラスダンかな？かもしれんな。なんか見覚えあるぞ、これ。まあまあ、いいや、いいや。そんなことはどうでもいいや。うわー、やられた。くそ、フーバーハウってもこれかい。危ない。いや、回復しなくてもいけるかなと思ったけど、ちょっと厳しいっすね。やっぱちゃんと HP、わぁ、ちょっと成功率良くないな。ちょっと成功率が良くないね。よっしゃ。何パーセントぐらいなんですか、これ。かなりちょっと良くないっすよ。よし、行こう。お、なんか炎がメラメラと、メラメラ、これ以上進んではならぬ。いや、そういうわけにいかないのよ。来たな、ダークエンペラー。こいつザラケ撃ってくるからな。ザラキーマか。やばいよね。こっちから行くか。まあ、ほとんどなんて聞かないでしょ、おそらく。バギクロス。ナイスだ。みんなの力を一つに。なんか微妙だ。ザヤバイ。またター写真だ。またター写真だよ。おい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 。おい、勘弁してくれ。うーわ。いや、これもダメっしょ。ダメでしょ、これ。撤退。無理。ザオラル、もう生き返せるやついなくなってきたもん。無理よ、もうこれは。コウミズ。いいや、あいつ反則だろ、あれは。いや、ザラキ、あ、そっか、ここ。いねえんだわ。そうだ。教会ねえんだわ。いや、あれは、なかなかに鬼畜だな。どうやって、突破する？当たらないことを祈るしかないか。ねえ、遭遇しないことを祈るしかないかな。まあ、清水でグイグイ進んでもいいですけどね。これ最後だと思えば。いや、でもな、エルフの飲み薬で結構もう持ち物欄パンパンだからね。
最高。制作者さんもね、エルフの飲み薬置いてくれてるからね。今まで、エルフの飲み薬金で買えるシリーズって、多分ね、僕がプレイした中ではなかった。あの、ドラクエはね、セブンまでしかやってないけど、なかった。まあ、それ以降はわからんけどね、売ってるのかもしれないけど、なかなか、MP 回復をする機会ってのがね、なかなか少なかった気がするから。まあいいや、そんなことはどうでもいい。とにかく最新部まで行きたいね。わー、グレートライドンの嵐だね。嵐だね。本当にマヒアド。マヒアド、フバーハ。どうだ？こりゃひでえな。こりゃひでえな、おい。いや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 。ダメじゃん、これ。全然進めねえ。あ、じゃあじゃあ。もう。全く進めない。レベル、いいとこも40ぐらいだからさ、言ってもそんな低くないとは思うんですよ。マジか。生き返らせる。マジか。全然いけないな。いや、まあ、全滅してないからいいけどね、まだ。でもさ、これだけ敵強いと、多分ね、あれだと思うんすよね。これだけ敵強いと、聖水使っても多分効かないんじゃないかな。天空城に行く、ね、登っていくともさ、聖水使っても敵たくさん出たもんね。ちょっと、わからんね。いやー、ちょっと、何度も挑む形になりそうだぞ、これは。最新部に着くまでに。最新部に着くまでに、これ動画5本ぐらいかかんじゃねえか、これ。どうなってんだよ。あ、ダメだ、降りられない。ここ。あ、間違えた、間違えた。どうしようか。はい。また出やがったこいつ。いやー、逃がして。メラゾーマはまだ大丈夫だけど、うーわー。いや、でも他者生きてれば大丈夫。他者が生きてれば立て直せる。オッケー。よしよしよし。ザラキーバーはちょっとマジで勘弁してくれ。ブレスコン行けばまあしょうがないとしても。いや、まあ、それでもきついけどさ。きついけどもだよ。勘弁してくれよだよな。くそー、増えやがった。増えやがったな。オッケー、オッケー。どうだ、いけるか。よし。まあ、レベル上げもはかどりそうですわ、これだけ経験値もらえるならね。はかどりそうではある。また出たけど、おきし、逃げろ。ザラキーマはマジでやばい。効くか効かねえか分かんない魔法トーンなんて売ってる場合じゃないからね。ライバーンロード。ああ、こいつらもブレス攻撃、これ4体とか来たらやばいからな。やばいっすよ。フバーハ。よし。大丈夫か。
大丈夫そうではある。物理攻撃しかしてこないな、イオナズン。オッケー、よし。で、ペホマラナイス。よし、オッケーオッケー、よし、いいぞ。とりあえず下、ここちょっと見てみますか。宝箱的なのあったら星ある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 。うわーうわーだよなこれ。くっそー、ナイスだ。オッケー、一体落としたのは大きい、一体落としたのは大きいぞ。マジか、耐えたー、耐えた。ペホマラ、行け。ナイス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 、よしよしよし、耐えられるでしょう。オッケーオッケーオッケー、いいね。あー、まあ戦うでいいか、攻撃でいいか。やーばい、いや大変だ、絶対落ちるなこれ。マジか、めちゃくちゃきつい。めちゃくちゃきついぞ、これ。まあ、ラスダンだからって言われゃそうだけど、小さなメダル。あー。あー、戻りてー。戻りてー、これ。まあ、いいや。まあ、戻るにしても何にしても、とりあえずは、最深部を目指す。最深部を目指す。いや、ターシャ国士だ。MP あっという間になくなっちゃう、これ。MP が。うわーい、うわー、3発、4発きつい。ちょっと待って、何回行動してんだ、こいつ。2回行動してる？聖水持ってくるか？聖水持ってくるか？まあ、ちょっとな、どうしようかな。あの宝箱なんだろう。いやー、身構える前にとかやめてくれよ、マジで。おい、いや、やっぱ2回行動か、こいつ。A、A、また A だもんね。うわー。ちょっと待ってくれ、マジで。うーわ。ちょっと待ってくれよ、マジで。進めない。ちょっと待って、あの宝箱だけでも欲しいな、あの宝箱だけでも欲しい。いけないか、いけないか。あー、いけないのか、無理なのか。こっちで出れば、いやー、出れば宝箱いけるかな。鬼コンボ、うーわー、危ねえ。完全に死んだかと思った。いや違うな、下どうやっていくんだろう。いや待て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 、これなんかいけそうな気がするんだよな。あ、いけた。あ、いける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 けど、逃げろー、くー、かわしてる。マジか。まあ正直な話、メロバ一人になった、ね、なった時点でもうほぼほぼやけくそみたいな感じではあったけども。いや、強い。
強い。まあ、1000、2000だったら耐えられるけど、あれ、ちょっとボスまでって耐えられねえぞ、なかなか。毎回、バトル終わったら、あれだよね。なんだろう、こう、ね、完全回復、全回復してやってとか、いやーめんどくせえな、それはな、それでな。ちょっと考える。聖水使うか、それとも今、ね、もう一本動画粘り強く挑むか。ちょっと考えます。はい。よし。じゃ、とりあえず今回ここまでにしときます。はい、ご視聴ありがとうございました。